コワン。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日は松山市北条の鹿島で行われたワンちゃんのイベント、犬ヶ島プロジェクト2018の様子をお送りします。どんなワンちゃんに出会えるかな。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったら、すぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センター全てに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い、伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。いいお天気の北条鹿島、今年で4回目となるイベント、犬ヶ島プロジェクト2018が行われます。船着き場に行ってみるよ。どうもどうも。あらららあらら、こんにちは。今日は犬ヶ島に。そうです。うわ、お名前は？小梅です。小梅ちゃん、こんにちは。かわいいね。女の子。虫、女の子です。遊びに来た。小梅ちゃんも参加する犬ヶ島、今年は犬と人の防災についてというテーマだそうです。ワンちゃんと遊びながら学べるイベントなんだね。鹿島に渡る船着き場には飼い主さんとワンちゃんがいっぱい。鹿を乗せた船がやってきたよ。ワンちゃんも人もこれに乗って鹿島に渡ります。鹿は鹿、船の料金は大人210円、犬20円で往復できます。乗っている時間はほんの3分。いざ上陸。
ようから。なんていう種類なんですか。バーニーズマウンテンドッグ。バーニーズマウンテンドッグ、はい、名前はティノちゃんです。ティノ、ティノちゃん、おしゃれな名前ですね。もうこのワンちゃん専門にお好きなんですか。そうですね、今のところは。そうですか、どうぞどうぞ行きましょう、はい。お手入れ大変じゃないですか。なんかパーマかけてるような感じですけど、まあ、でもブラッシングする程度でそんなに特には。綺麗な髪です。髪というか白髪もないし、ね、羨ましいくらいの。イベント会場にはブースがいっぱい。北条在住の橋本大二郎君、自閉症の橋本大二郎君の作品の缶バッジ、先着200名様にプレゼント。こっちにもワンちゃんが。人間の武士がね、一番になってしまうので、取っちゃって大丈夫ですか。ごめんなさい、ごめんなさい。座り、ダメでしょ、越えたら。こんにちは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 。ぜひあのプリント、スタンダードなプードルさんです。そうです。あ、綺麗ですね。またお名前は。シシマル。シシマル。シシマル君。かわいいね。ありがねなくし人間暮らしのあの小さな喧嘩で会おう、生きていてくれ。僕で足の男たち身を持ち崩しちまった。こちらでは犬の運動会が行われています。お疲れ様でした。ありがとう。ワンちゃんの出来はどうでしたか、今日は。今日はこんな感じですね。いつもね。頑張ってましたよね。うん、そう、頑張る。おもちゃにちょっと釣られたのな。お疲れ様でした。はい、ありがとう。ジグザグに走ったり、ジャンプ、ハードルを飛んだり。よし、2人とも上手です。おもちゃに惑わされないように。飼い主さんと一緒だと楽しいね。爪切りをするワンちゃんを褒めてあげるのも大事なんだね。かわいいです。あ、見た。お、うん、よう取れた、よう取れた。よつばちゃん、この子とあの子はいとこぐらいなんですけど、全然。いろはです。いろはちゃん、いろはちゃんとよつばちゃん兄弟みたいですね。兄弟ですね。わあ、時々散歩に行ったりするんですか、いろはちゃん、よつばちゃんと。はい。ああ、でも大きくない？どっちが体重重いのかな？体重は、じゃあいろはの体重。ああ、本当ですか？体重15じゃない。14キロぐらい。よつばちゃんの性格はどんな感じですか？臆病で、なんかすごい。でもおとなしくないですか。おとなしいですね。ねえ、仕掛けによらず。
お家には2匹いるんですか。そうです。こっちのワンちゃんのお名前は、チャタロウです。え、チャタロウちゃん、漢字ですか。そうですね、茶色の太郎ちゃんですか。そうです、茶色の太郎です。チャタロウちゃんも可愛いね。チャタロウちゃん逃げようね。うまくいってますか、チャタロウちゃんとヨツバちゃん。そうですね、もうだいぶ慣れましたね。慣れました、はい。こちらのワンちゃんとは仲良しなんですか。そうです、すごい仲良さそう。もう結構合ってるんで。あ、お友達。はい。こちらのワンちゃんも取っちゃって大丈夫ですか。はい、あ、慣れてくれたみたい。いや、かぶり物だからのけましたんで。あ、そうや。お名前は。虎之助です。虎之助くん。どういう漢字書くんですか。どういう漢字書くんですか。どういう感じだろうかな。今考えてる。今考えてますね。ひらがなですか。ひらがなかな。ひらがなで。ねえねえ、こっち向いて、虎之助ちゃん。虎ちゃん。あ、かわいいね。虎ちゃんとはどういう出会いだったんですか。ね、この人気がね、言ったら。ほう。もう保護して。ほう。多分兄弟なんですよ。保護っていうのは。ね、山の中を追った。え、本当に野良犬の赤ちゃんだったの。はいはい、一緒におったんですか。やってきて、いや、ね、あの違う時に生まれた。へ、この子は1歳なの。でもお母さんが同じ犬で。あ、そうなんですか。野良犬、うん、野良犬がいてるとこに、言ったらその頃の野良犬、お母さんは捕まらないんやけど、うん、結構子供を産みまくるんで。とりあえず手にかかるやつは持って帰ってきて変えたらなと思って。うわ、大変じゃないですか。そうですね。ねえ、でもほっとけない。そうですね、ほっといたら増えるばっかりやしね。そうです。え、今日はどちらからですか。は、四国中央市です。あ、そうなんですね。ワンちゃんを通じての家族の付き合いっていいな。猫ワン。松山市保健所の阿部獣医師です。おはようございます。おはようございます。今日松山市保健所はどんなブースを構えてらっしゃるんでしょうか。あの、災害時の避難所でのペットと一緒に避難しましょうということで啓発活動を行っています。松山市ではいざという時ペットちゃんと一緒に避難所に行っていいということですか。本質的にはOK です。 OK です、はい、ちゃんとしつけをしていただいて、で小型犬であればゲージを持っていただいて、猫もですね、でトイレのしつけとかちゃんとしていただいて、で他人、他の避難所を利用されている方に迷惑がかからない準備をしていただけば、もう本質的にはOK できますので。これからの課題としてはどんなことが挙げられるでしょうか。松山市としての取り組んでいかなきゃなということありますか。これやっぱりですね、そのペットを連れて避難する方自身の健康ですよね。うん、だから飼い主さんが本質的にはその連れてきた犬や猫の面倒を見るんですけども、そうやっぱり怪我をされたりね、あ、うん、ストレスとかね、犬や猫に世話ができなくなってしまうケースが今回もありましたので、そういうのがちょっとこれからの課題かなと思います。地面歩くときに、むちゃくちゃ暑いときとか、こう ガラスだらけになったときとかに、うん、あとはね、一番今多いのがね、木くずとかで、釘の踏んだりするんですよ。阪神大震災なんかの中で。そういうときに足の裏の肉球を守るためにしてもらいます。偉いね、ユニフ。いや、この子おとなしいんで、楽ですけど、もうちょっと高いとこ投げたら。脱げた。なんとか、はい、こんな形で歩かせます。歩かせます。こういう形ですよね。これをだから前を後ろでやるとバッチシ。これ
下から回して上で下から回してもう一回そこで一回上で一回くくるんですよ。あ、ここで、うん、くくります。一回くくって、あ、はい、ごめんね、そうやそうや、でもう一回下でくくって、下でくくる、えらい、くくったらすぐに耳の後ろに持っていく準備も心構えをしてください。で、耳の後ろ、そうそうそう、えらい、えらい、こう、よいしょ、あら、できた、あら、そうそうそう、やっぱり綺麗、えらい、えらいよ、いつくしたら取れない、いや、取れない、猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。お名前は？クランです。クランちゃん、はい、どういう漢字を書くんですか？カタカナで。あ、クラ、なんでクランちゃんになったんですか？娘がつけたんで、唯一の一人っていう感じで、ここにハートがあります。あ、これ剣持っとる。そう、剣持ってます。剣持っとる。あ、すごい、あ、すごいすごい、勇者です今日は。すごい、勇者隊から草の2つ。あ、早かった。猫ワンできちゃいました。よろしくお願いします。今日は何をされてるんですか？今日はあの障害者の就労支援の方で作ってる作品を持ってきました。障害をお持ちの方が作ったんですか？はい、みんなで、受注も受けてますので。え、どうやって、何受注っていうのは？犬種だったり名前だったり。オリジナル？はい、オリジナルで作れるのでぜひ皆さんもどうですか？こちらはボランティア団体犬猫ライフネットワーク愛媛のブース。これ何してるんですか？はい、オリジナルのネームタグを作っております。これ何ですか？これ、これは、名前と部屋番号を入れて、はい、そして手作りのサッセルチャームとか、あとこういうキラキラチャイムとかを組み合わせてオリジナルの迷子札を作っています。イコール悪魔のトナカイ。コンセプトちゃんとある、ちゃんとテーマがあるんですけど誰も突っ込んでくれないから。私が後で突っ込みました。食べた？あ、美味しい。え、ワンちゃんお名前なんて言うんしゃるんですか？
ランプって言います。ランプちゃん、ダンプ、ダンプカーのダンプ。あ、ダンプちゃん、なんでまた旦那がプロレスが好きで、ね、ダンプ松本、古いですね、ダンプ松本って。もう我々の世代ですよ。私は違います、世代は違います。ご主人、ご主人昭和何年生まれですか？58年です。あ、で若いのにダンプ松本をご存知。ダンプちゃん。続いて第4問いきます。人間の指紋あると思うんですけども、人それぞれ、違うと思います。人間の指紋のように同じものが2つとない犬の体の部分はどこでしょう？人間の指紋のように同じものが2つとない犬の体の部分はどこでしょう？1番肉球、2番犬歯、3番鼻の模様。1番だと思う方、はい、飲み込まれますね。では2番だと思う方、はい、では3番だと思う方、3番多いですね。正解は、皆さん正解してます、3番鼻の模様。それぞれ、ワンちゃんごとに異なりますので、面白いですね、この。やったね。にゃんよ。名前は？琥珀です。琥珀くん。琥珀くんです。琥珀くんよく似合います。よう来たね。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるフェローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。鹿島には初めてです。飼い主さんも鹿島初めて、はい、初めてです。来られてみてどうですか？いいとこですね。うん、と一日中遊びたい感じです。ワンちゃんはどんな様子でしょう今日は？今日はちょっと疲れた。あ、車が長かったので。え、どちらからですか？宇和島です。宇和島から。はい、ちょっと走りに行きますか、渡ろうさん。あ、行ってください。唐草洋一郎さん、北条地区まちづくり協議会の、来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。今日は本当にいい天気で、ありがとうございます。本当に犬ヶ島の4回目、4回目ですね。本当にあの、はい、県内各地から来られてますね、はい、そうなんですよ。今日もね、なんか、あ、船の上に鹿が乗っとるっていう方がいらっしゃることは初めて来られた方やと思うんですよ、はい、楽しんでもらいました今日はね、はい、もうワンちゃんの聖地として、そう、もうこれワンちゃんの聖地ですね。決まりましたね。ですね、恋人だけじゃないワンちゃんの聖地ですから、はい、ワンちゃんにとってはもう車は来ないし、そうなんですよね、空気も綺麗だし、はい、広場もあるし、海は綺麗、そう、女性も綺麗、女性も綺麗ということで、お天気にも恵まれた、はい、ありがとうございます。この犬ヶ島ですが、もともとどういったお気持ちで始められたんですか？です、ね、私どもまちづくり協議会っていうのが主催しておりますが、まあ、まちづくりといえばなんか人と人、人のコミュニケーションというところに視点を置きがちなんですが、ダメなんですか？それだけじゃないんですよね。今やっぱりペットはもう家族と同様ね、
その中で、まあ、ワンちゃん の飼っとる数の多い、はい、飼い主も多い、はい、となるとですね、やっぱり人とペット、人とワンちゃんとの関わり合いをどう考えていくかというのをまちづくりの一つかというような目線でですね、今回こう犬ヶ島というタイトルでワンちゃんの飼い主の方に集まってもらって、そこでコミュニケーションを図ったりですね、取材もあったと思いますが、防災のこととかも考えていただくと、なので幅広くまちづくりを考えていきたいということでこのイベントを開催しました。はい、鹿島といえば鹿の島なんですけど、鹿の立場はこれない？そうなんですね、なんか鹿の上に犬がついてるでしょ、犬ヶ島、そこに来てますね。なるほど、そこに来てますね。しかもちゃんと尊重してますよ、はい、と。してますね、はい。じゃあこれから、うん、今日このイベントだけじゃなくて普段からもここには犬来ちゃって大丈夫なんですか？全然大丈夫ですよ、はい、フラットね、鹿島に遊びに来てください、ワンちゃんと一緒に、はい、ワンちゃんと一緒に、うん、まあ、防災のことも考えながら、はい、毎日、いつ来るかわからない、そうですね、災害に備えるためにも普段からワンちゃんがペットがどう対応していったらいいかというのもやっぱり考えていただく一つのきっかけに今日はなったんじゃないかなと思っております。楽しいだけじゃない、はい、犬ヶ島、はい、はい、学ぶ、遊ぶ、食べる、ここですね、ルルブルルブルルブはい、ルルブです。ありがとうございます。また来年もあるんですか？来年もやります。あ、そうなんじゃ、はい、はい、来年もやりますのでぜひまた来年来てください、はいはい、ちなみに唐草洋一郎さんはワンちゃん飼ってらっしゃるんですか？私ね、小さい頃には飼っとったんですよね。でね、亡くなっちゃいましたもん、はい、それからですね、飼った動物がチンチラ、金魚だけです。あ、はい、はあ、私も犬飼ってません。犬飼ってない2人が、はい、犬ヶ島からお送りしました。ぜひ犬飼ってみたいです。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン、今日どちらからですか？今治市から。今治から。名前は？姫ちゃんです。姫ちゃん、姫ちゃんも鹿島の散歩楽しめたかな？猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また鹿島に遊びに来てね。